3年連続で開催されている、上白石もね、やっとこさ、ツアー。応援していただいている方のもとに、津浦浦全都道府県に伺いたいという思いで名付けられたこちらのツアー。石川、宮城、山口、熊本、愛媛と、ライブでは初めて伺う県を含め、今年も全7カ所、8公演を開催。クリスマスイブである12月24日、愛媛県、松山公園で最終日を迎えた。 女優としてドラマはもちろん、舞台に映画、ナレーションや MC など活動の幅を広げている中、歌手としても2017年のデビュー以降、様々な経験を経て鍛錬された歌唱力と、シアターコーナーなど、上白石にしかできないセットリストで構成されたステージは、年々聖地を極めていっている。東京公演では、 スペシャルゲストとして楽曲、光のアートを提供いただいた角立健吾、余芸ニューウェーブスと、プライベートでも一緒に旅行に行くほど仲が良く、楽曲、君にを提供いただいた藤原桜が登場。それぞれ提供曲とゲストアーティストの楽曲を歌唱した。そしてそれ以外にも全会場、その土地にまつわるスペシャルな日替わり曲が用意され、 それぞれの公演がスペシャルな思い出にできるよう上白石がこだわったものだ。そして大阪公演と松山公演では、現在放送中の読売テレビ日本テレビ系3週連続 SP ドラマ、自転しながら公転するの主題歌である新曲、ループも披露、ループは、 悩みながらもひたむきに生きる主人公の姿に寄り添い、自身のことをぐるぐる悩んでしまうぐるぐる族だと語りながらも、だからこそ繰り返す日々の愛おしさを書いた、上白石も作詞に携わった楽曲だ。コロナ禍を経て、初めて声出しが可能な状況でのツアーとなった今回。ライブの最後に、ずっと一緒に歌いたかったという全国高校サッカー選手権大会のテーマソングでもあった。 森山直太郎の提供曲、懐かしい未来を観客と共に大合唱。まさにやっとこさ、一緒に歌える日を迎えられた感慨深いツアーとなった。